次は去年10月の台風19号で阿武隈川の堤防が決壊した須賀川市の浜尾地区です。あれからおよそ8ヶ月、かさ上げをするなどして対策を強化した堤防の復旧工事が終わりました。去年台風19号で決壊したこちらの堤防、本格的な梅雨の時期を迎えるのを前にようやく工事が完了しました。復旧工事が終わったのは須賀川市の浜尾遊水地と阿武隈川の間にある堤防です。この堤防は去年10月の台風19号でおよそ50メートルにわたって決壊し、周辺の地域に大きな被害をもたらしました。その後、去年11月に仮の堤防の工事が終わり、今年4月からは対策を強化した堤防の工事を進めていましたが、台風19号からおよそ8ヶ月となるおととい、工事が完了しました。台風19号では川の水と堤防を越えた水が合流する部分から決壊したため、新しい堤防は川側の糊面すべてをコンクリートブロックで覆い、さらに以前の堤防よりも 1.5 メートル高くかさ上げしたということです。地域の皆様にですね、ご理解ご協力いただき、また施工業者の方でですね、ご尽力していただいたことによってですね、数時間前に本当に完成してですね、非常に感謝している状況になっています。県によりますと、去年の台風19号で阿武隈川と県が管理する支流など合わせて33箇所で堤防が決壊しましたが、復旧工事はすべて完了したということです。県では今後さらにこれらの堤防を強化し、治水対策を進めることにしています。一方、去年の台風19号をめぐり県民の避難行動が明らかになってきました。県の検証委員会が昨日公表したアンケート調査によりますと、台風19号で自宅が被災する前に避難した人は6割にとどまり、4割近い人が避難をしていなかったことが分かりました。これは去年の台風19号とその後の大雨で被災した13の市と町の住民を対象に県が行ったもので、避難した人にその理由を聞いたところ、避難勧告などをもとに行動した人はおよそ2割で、4割を超える人は雨の降り方が激しく身の危険を感じたからと回答しています。この結果について内堀知事は今日の会見で次のように述べました。おはようございます。よろしくお願いします。避難情報の発信においても、より危機感や切迫感が伝わるような発信に取り組んでまいります。また新型コロナウイルスの感染拡大に関連して、感染症のリスクを下げるため、親戚や知人の家を避難先の一つとして捉える分散避難も検討するよう呼びかけました。避難をした人のうち4割を超える人が、身の危険を感じてから避難をしたということなんですね。ただそれでは危険を避けられないという可能性もね、恐れも高まりますので、災害を教訓に早め早めの避難を心がけましょう。